あなたはランニングしてますか？走ってますか？はい、こんばんは。小室ゆりのゆるサプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。走ってますかね。こうコロナになってランナー人口ものすごく増えたじゃないですか。じゃあそこから今今日この時点まで走ってるよっていう方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうね。私は小室ゆりは途中で一回止まりましたね。あの体を鍛えることとか運動することの中のランニングっていうものが別のことに変わってます。例えばオンラインフィットネスだったりとか、最近は宅トレになってますね。こう作業の合間10分間のヒートトレーニング、こう集中してうわっと代謝を上げていくような、そんな自宅でできるトレーニング方法に変わってるんですけれども、なんで今日ランニングしてるかって聞いたかっていうと、自分が走らなきゃいけない状況になったっていう。まあ私神戸で番組やらせていただいてるじゃないですか、キス FM 神戸さんのエキスパートボイス。このエキスパートボイスチームで来年2024神戸バレンタインラブランという、バレンタインにやるカップルで走れる、そういうランニング大会があるそうなんです。これにね出ることになりそうで。まあ、きっかけは自分なんですけど、神戸の帰り道ポートライナーに乗って空港に行くんですけどね、そこにこの2024神戸バレンタインラブランのポスターが貼ってあって、よく見たら駅伝って書いてあったんです。これをキス FM 神戸チームのエキスパートボイスチームのスレッドに、こんなんあるらしいでって投げたら、やりますかっていう話になり、まあ話を振ったの私じゃないですか。やりましょうって返しちゃったんですよね。まあ自分じゃんって言い出しっぺ自分じゃんって話なんです。はい、そんだけなんです。なんだけど、こうなんかチームでやるのって楽しいですよね。あとだから3ヶ月準備をして、もちろん優勝を狙うとかそういうわけじゃないんだけど、みんなで楽しく一つのことをやれる環境ができたっていうのはすごく楽しいことだなと思って、ということで、何も変更がなかったら、例えばあの誰かが怪我をしたとかメンバーが揃わなかったとかじゃなかったら、2024神戸バレンタインラブラン小室ゆりどこかで走ってると思いますので、応援に来てください。よろしくお願いします。神戸ですけどね。この番組を神戸で大阪で聞いてくださっている方、はい、お待ちしております。応援に来てください。ということで今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは小室ゆり的サプリ論。久しぶりですね。このコーナーは私、男女コミュニケーション心理師小室ゆり
がお伝えするラジオで聞くセミナー。今週はですね、正しさって何？というテーマでお話をしていこうと思っております。お、何の話だ？と気になった方はこのままお待ちください。そして2週目ですので、このコーナーですね、探偵サプリ、面白いでしょう。ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社の現役探偵若梅秀隆さん。若梅さんね、バイクでの調査がすごくお得意で、若梅さんの Facebook とか X とかを見ると、バイクのハンドルにつけられたカメラからの動画なんていうのもあるんですよ。ぜひご覧ください。フォローの方もお願いします。ということで、若梅さんからは風俗利用と不貞についてお話しくださるそうです。これちょっと深い話になりそうですよ。ご期待ください。このコーナーも大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマ、まだまだ食べ物の秋ということで、バーベキューをテーマにしてくださいました。占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんにお願いをしております。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、こっそり送ってくださいね。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上、info@friendvillage-c.com まで送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室百合的サプリ論ということで、今週は正しさって何という、ちょっとね、抽象的なんですけど、こんなお話をしていこうかなと思っております。正しさとは、広辞苑第5版によると以下の通りなんだそうですね。間違っていない、横島でない、良いとするものや決まりに合っている、また次のような場合もあります。目的、時制、対象によって決まる、認識がその対象である物事に当てはまるとき、その認識は正しい。ちょっと分かりづらいですね。論理的正しさとは、人間の頭脳の働きのうち知性に働きかけて、一つの判断、理解が正しいことを万人に主張できる知性の作用と書いてあります。今日のお話って、セクシュアリティのコミュニケーションに関する専門家として活動している小室百合からの注意喚起も含まれていると思っていただいていいかなと思うんですけど、私この仕事をもう10年やってて、10年前ってこの言葉よく使われてたんですよ。正しい性、正しいセックス、正しい性教育。もちろん私も使ってた時期は一瞬ありました。なので自分への戒めも込めてこの話をするんですけどね。最近、正しい性、正しいセックス、正しい性教育っていうこの表現って減ってきてるんですよね。っていうのが、この正しいっていうのが、良いとするものや決まりに万人に主張できる
知性の作用なんです。この辺が少しこう明るみに出てきたのかな。これをよく使ってらっしゃる、正しいっていうキーワードを使ってらっしゃるのは、多くは医療従事者さんとか研究者の方がよく使ってるかな。研究者って言っても倫理的研究ではなく身体的研究者、産婦人科医の先生とか、あと泌尿器科医の先生とか、こういう方たちは正しいというものを医学の見地から使われることはあるかなと思うんですけど、それ以外の私のようなこう自分の経験をもとに医療のお話を踏まえてミックスさせながらお話をするような民間の研究者っていうんですかね、こういう方たちから正しいっていう言葉は徐々に減りつつある。この一端として性の多様性というものが明るみになったじゃないですか。性的少数者と呼ばれる LGBTQ の方たちに、じゃあこう正しいって何って言ったら何一つ当てはまらなくなるわけですよね。なのでこの正しいっていうキーワード使われなくなってきてる中でです、ここからが注意喚起。正しい性を学びましょう、正しいセックスをしましょうともし言っている誰かがいたら、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。その正しいって何がソースになってますか、どこにデータがありますか。もしかしたらその正しさってあなたにとっての正しさであって、万人にとっての正しいではないんじゃないんですかっていう視点で見ていただきたいんですね。そうすると心の目で見ていくと、もしかしたらその方はご自身にとっての正しいを万人の正しいと思ってお話している可能性があって、セミナーや講義はこれ聞いてくださっている方にとっては正しいとは違うかもしれない。今日は小室由里からの注意喚起をお伝えさせていただきました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社、若梅秀隆さんです。今月はこれ夫婦問題で結構言われやすい一言だと思うんです。風俗利用と不貞の関係
お話ししてくださいます。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は風俗通いの浮気調査の話をさせてもらいます。まず風俗通いは浮気になるのか、夫婦関係で夫が風俗通いをしているので風俗通いの証拠を取り離婚慰謝料請求をしたいという相談も非常に多いです。ですが風俗通いで離婚慰謝料請求ができるのかと、弁護士さんのお話では離婚慰謝料請求のできる可能性はあるとのことです。夫婦には提訴義務がありますので性的サービスを行う風俗通いは提訴義務違反となり、離婚また配偶者に対して慰謝料請求もあり得ます。そのため風俗通いの証拠を取るために我々探偵に調査依頼するケースがあります。風俗もいろんな種類があるので、例えばソープランド、デリヘル、ピンクサロンなど、今でリフレとかあとパパ活なんかもありますけれども、内容によって性的サービスを行っていますので、そのお店の出入りやまたホテルなどに行くところですね、そこの証拠を自分たちが押さえていきます。1、2回ほどの風俗では、離婚理由にもなりづらいので、毎週のように風俗に通うであったり仕事で出張のたびに性的サービスを受けているなど、そういった調査事例なんかも非常に多いのですが、そういった出入りであったりとかお店に行っている証拠をしっかり写真や映像で押さえていきます。場合によってはそのお店が性的サービスを行っているのかどうかの潜入調査もしていきます。やはり調査員たちがそのお店に行って、そのサービスが性的サービスがあるのかどうかっていうのをちゃんと検証していきます。また風俗嬢に対する慰謝料請求っていうのは非常に難しいんですけれども、風俗嬢とプライベートでですね、会ってたり、ホテルに行ったりしていればやはり浮気の証拠にもなりますので慰謝料請求も可能です。夫婦関係が破綻してしまうほどの風俗通いなどは離婚原因にもなり、今女性風俗もありますので、男性だけが調べられる時代ではなくなってます。風俗なら問題ないだろうとお考えの方は十分注意してくださいね。今回は探偵が教える風俗通いの浮気調査のお話をさせていただきました。調査依頼のご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube も行っておりますのでご覧になってください。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。冒頭に私がこれ夫婦関係でよく聞こえてくる一言だってお話ししたと思うんですけど、性関係を持ちたくない婚姻関係を結んでいるパートナーに対して風俗行ってきていいからっていう一言って、これものすごく危険だと思うんですよね。だっていつかこれがやっぱりそんなこと思ってなかったって言ったら、そのパートナーに言われて風俗行ったその行為って不貞になっちゃうっていうことじゃないですか。非常に危険だなと思いますね。このお話はいつかコーナーでしっかり解説をしていこうかなと思いますので楽しみにしていてください。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサプリ。占い講座が全国で大人気中です。
占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。秋のバーベキューおすすめの食材は、それではセクシーに焼いちゃうぞ。お羊座、肉さえあれば何にもいらないなんて、そんなに精力つけてどうするつもり。お牛座、食にはうるさいあなたに何もかもお任せするわ。私の未来もお任せしていい？双子座、新しいことが大好きなあなた、アワビのアヒージョなんて挑戦してみない？ガニ座、みんなでシェアできる締めの焼きそば、デザートはピッチピチの私はいかが？獅子座、豪勢にステーキ肉を買ってきたわよ。シャトーブリアンってラブホテルの名前みたいね。乙女座、緑黄色野菜のかぼちゃやピーマン、ランジェリーもビタミンカラーで元気いっぱいよ。天秤座、高級食材もいいけれどウインナーの食べ比べが最高ね。どれにしようかしら。サソリ座、お肉と野菜は定番だけれどキノコも必要じゃない？この前のマツタケ美味しかったわ。いて座、サーモンを食べて疲れが取れたでしょ？あと何ラウンドできるかしら。ヤギ座、玉ねぎって焼くと甘みが出て美味しいのよね。それよりも甘い私との時間楽しみにしててね。水亀座、さっきからコーンばっかり食べてるけど私のお部屋でメインディッシュはいかな？魚座、デザートの焼きマシュマロと私、どっちもいい感じにトロトロよ。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬毛漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週3週目なんて言った、来週3週目ですので、この方のご登場です。名古屋のセラピスト、ゆずきさん。どうでしたか？先週聞いていただいて、そうなんだって思ったことあったんじゃないんですか？来週も女性向け風俗セラピストのゆずきさんがどんなお話をしてくださるのか楽しみに待っていたいと思います。そしてですね、先週告知をさせていただいたんですけれども、2024年小室より卓上カレンダー発売中、発売しました。発売2日目にして
完売しました。ありがとうございました。パチ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 。ということで増刷をかけまして今年は販売しております。ご購入ご希望の方は小室ゆりの公式サイトからフレンドビレッジコミュニケーションオンラインショップ、こちらをクリックしていただいて EC サイトの方入っていってください。ご購入ご希望の方は小室ゆりの公式ページからフレンドビレッジコミュニケーションオンラインショップ、こちらに入ってご購入お願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。さあ僕の秘密を明かそう。とっても簡単な秘密だ。物を正しく見たいなら心で見なくちゃいけない。だって大切なことは目には見えないんだから。フランスの作家サン・テグジュペリの名言です。一番大切なことってそうなんですよね、心の目で見ないと見えてこないんですよね。目の前にあるものを信じるのではなく心の目で相手の言葉を見ていきませんか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。